あ、こんばんは。これ今日 BGM 来てるか？来てる？秀幸さん一番ありがとう。来てた。よかった。ありがとう。聞こえた？よいしょ。ブルームーンさん、テストさんありがとう。スボイスさん、本館へ久しぶりの神の湯。あれ？あ、オープンした？本館リニューアルした？いいなぁ。ブラッチー大将さんありがとう。あ、昨日の夜中ネット M リーグひなぽんトークさせてもらってましたが、見てくれたか？みんな、大将さんありがとう。今回もあのパパエムリーガー編ということで、いろいろこうねメッセージをもらったり、見てくれたか？バタコさん、アマトーさん、マサさんありがとう。あ、昨日飲んでたやつ美味しかった。ホイパイ、ローマジユッキーさん、オガコさん、フジモンさん、マミちゃん、ジュンレベル45さん、ノブさん、ひらがなノブさん、ベクポワさん、ゾウさんありがとう。コロボおたこありがとう。虹色さんお疲れありがとう。オガチさん、アイス、ナベちゃん、小太郎さん、のぶしゃん、りゅうありがとう。大勝ちアイスだ。まみちゃんもアイス。せやで、たかやでさんありがとう。よろうさんいらっしゃい。のぶしゃん100キロありがとう。やっくん、ブレイブさん、ひふみまるさんありがとう。ブラッチアイスありがとう。来てた、ティンさん、レモン博士さん、阪神優勝さんありがとう。ブラッチアイスありがとう。フーガネットさん、タータンさん、アイス、カタカナのハジさんいらっしゃい。エペチさん、ヒロくん、デメキンさん、おパパありがとう。ノブシャン、パフェありがとう。ひでゆきさん、アイスありがとう。ゴールドシップさん、パフェ。お猿さんありがとう。底辺さんありがとう。新一さんありがとう。カラボお、ちょっとまだ言えないことがたくさんで、指導したらいっぱい告知していくね、スーピーズのこと。指導はね、今年の夏中にって言ってるので、しばしお待ちを。おがこさん、アイスをありがとう。ばんちゃんさんありがとう。やまさんいらっしゃい。イーデックさん、たかほしハートさんありがとう、ありがとう。のぶさん、アイス。レモン博士さん、パフェありがとう。おがこさん、アイス。HK さん、とろけるさん、かんちゃん、アイスありがとう。おしげさん、スイッチさんありがとう。まみちゃん、フルありがとう。今日のニュースで昨日のトークショー、あ、ほんと？あら、嬉しい。ニュースにね、出てたのか、南海放送さんの。だってトークショー出てたって。そっか、嬉しい。虹色さん、バラありがとう。ブラッチ、オガコさん、アイスありがとう。あ、アマトーさん、ウニクラゲ食べた？ポントーク見ながらどうだった、ウニクラゲ？おさむさんありがとう。ゴールドシップさん見てくれましたか？ありがちょ。あ、おばばもリアタイありがとう。オガコさん、しんいちアイス。HK さん、アイス。
ヤマトさんいらっしゃい。ローマ字よしさんお疲れ。ありがとう。今日はどんな一日でしたかって。あ、今日ね私とうとうキングダムを見てきました。もうね、私過去一番に泣いちゃったやっぱりね、推しがねたくさん出てるという回でもありましたけど、今回もういろんな場面でね泣けてきちゃって、すっごいね、もうタオルが、バスタオル持って行っとけばよかったってくらい泣いちゃったわ。もうねすごい映画だったよ、キングダムね。今もう4ですけど、ぜひ1から見て、これ映画上映中に4見に行くことおすすめ。すごく良かった。と王騎将軍が本当に王騎将軍すぎて本当に憑依してた。よかったな。どこまで行ったかな。リュウ、アイスありがとう。おがこさん、アイスありがとう。すずぼうさんいらっしゃい。 HK さん、アイスありがとう。お、テストさん、ありがとうありがとう。見てくれたのかい、ポントーク。高星ハートさんもありがとう。ムラピンさん、リュウ、ハナさん、アイスありがとう。シバさんいらっしゃい。 HK さん、アイス。おさっぴーさん、かわいい。カリタン、結婚して。 HK さん、アイス、ありがとういっぱい。ひでゆきさん、バラありがとう。僕はジョンスイさん、ひらがなのぶさん、アイス。大将さん、フルありがとう。ありがとうね、ポントーク。海の声、空の声が聞きたくて、風の声に、はい、僕は純粋さん、アイスありがとう。ナムさんいらっしゃい。ワンダーさん、ハナさん、アイスありがとう。ひでゆきさん、バラありがとう。孫悟空さん、キョンシュさんありがとう。スウェさん、パフェありがとう。おさぴーさん、アイスありがとうです。神尾カンネさんいらっしゃい。おばば、アイスありがとう。ゴールドシップさん、お疲れありがとう。新一フルありがとう。ローマ字ユッキーさん、のぶしゃん、アイスいっぱいアイスだ。堀さんの奥さん、グッチョね、本当に素敵だよね、堀さんの奥さん、奥様。のぶしゃん、ローマ字のユッキーさん、チョコミントありがとうございますG さん、ローマ字ユッキーさん、アイス。むねたかさんもありがとう。犬猫さん、つばきさんありがとう。しんいち、ローマ字ユッキーさん、アイス。 G さんもありがとう。てえへんさん、しんいちありがとう、アイス。ユッキーさん、結婚してありがとう。おしげさん、じいじい。おー、隊長、レインボースターありがとう。チェコも、カラパー、おたこありがとう。ワンダーさん、めっちゃパフェだ、めっちゃパフェありがとう。いっぱいパフェだ。じいさん、しんいち、アイスありがとう。ひらがなのカズさん、ありがちょ。じいさん、チョコミント、まみちゃん、お、ありがとうございますね、やっぱね、ほっこりするよね、そのエムリーガーさんのさ、家族の話をすることってあんまないもんね、この麻雀のお仕事の中でさ。
なかなかこうプライベートを掘り下げさせてもらうことってないから、レアだよね、すごい。そんな中 MC させてもらえて光栄ですわ。はっ、ありがとう、チョコミント、おきいアイス、カタカナヒロさんいらっしゃい、テストさんウインクしてありがとう、じいさんアイスありがとう、ヒロくん100キラありがとう、あ、ありがとう、 YouTube 見てくれた、 TGC アーカイブ載っております、先日出演させていただいた、ひらがなカズさんアイス、おさぴーさんパフェありがとう、ピルクルアイス、ひらがなカズさんもアイスありがとう、ユッキーさんありがとう、ひらがなカズさん、プレプレさんいらっしゃい、ユーニャンさんこんばんは、サノピアノさんいらっしゃい、おがこさんかわいい、ユッキーさんアイスありがちょ、みきねこさんこんばんは、おしげさんアイスいっぱいありがとう、温泉工事さんいらっしゃい、ごえもんさんありがとうございます、夕刊富士杯勉強会見たけど何言ってるかわからんかったそうだ、え、載ってました、夕刊富士勉強会の第1話だよね、あら、何の話してた時だろう、ありがとう、見てくれて、出てるってみんな、勉強会の様子が、今日涼しいねって、そうだね、今日なんか雨降ってない、私が外行ってる時は雨降ってなくていい一日だった、ガールドシップさんアイスありがとう、イノシンさんいらっしゃい、あ、虹色さんタイヤレでした、そうだよね、対戦してたよね、今日また会うとね、あ、あれ全部私の声届いてるのか、ありがとう、ウリピー、ゴールドシップさん、チョコミントありがとう、トコトコさんいらっしゃい、シルファさんコラボアイスありがとう、お、体調2日ぶりお疲れ様、シャモさんいらっしゃい、ひでゆきさんフルありがとう、目指す場所は伸ばしたてのはるか遠く、スターライト、はい、シャムさん、ファントムさんありがとう、タッキーさんお疲れ様、川崎さんアイス、アイス、スランポコーン、ユッキーさんいらっしゃい、テストさんフルありがとう、10年ぶりにアミューズメントパス入手し、はあ、ありがとう、嬉しい、ファイトガールやクラブで遊びました、だって、そう、明日からですね、あのファイトクラブの方で投票選抜戦という、1年に1回の投票選抜戦が始まります、今年から私も参戦させてもらうので、ぜひ清き一票を武田ひなほによろしくお願いします、ちょっと2ヶ月間と長いんですけど、遊びに行った際はぜひ投票してくれたら嬉しい、あの麻雀ファイトクラブエクストリームという方ですね、ゲームセンターでよくあるファイトクラブで遊んでもらうと投票権がもらえるので、あとあの携帯でできるこなしてっていう方も投票権もらえます、ぜひよろしくお願いします、ネコプアイス、トコトコさんアイスありがとう、ユッキーさんハルありがとうございます、花束の代わりにメロディーを抱きしめる代わりにこの声を、ありがとう、そう、雨降らなかったよ、多分コロポー、よかった、底辺さん降る、ありがとう、寝落ちする、マサさん100キラありがとう、
わしゃわしゃありがとう。ジューン&ジュリーさんいらっしゃい。あ、花さん見た？キングダム。やばくない？ピョコニーさんありがとう。あ、ノリ見た？泣きすぎたよね。あ、びっくりするぐらい泣いちゃった私。本当に。キャメロンさんいらっしゃい。まあでもネタバレとかがね、ネタバレしちゃうから、そう、中身とかあまり言えんけど、本当に何回も見たいけどさ、何回見ても同じくらい泣きそうだから怖いんだよな、何回も見るの。でもすっごく良かった。キャメロンさんありがとう。花からさんいらっしゃい。のじやんさんはじめまして、ありがとうございます。のじやんさん、ギムレットさんありがとう。わ、アマトーさん、ウニクラゲ好きだった？どこで買えたの？マヨッチさん、100キラありがとう。わ、サトシさん見てきたよ、めっちゃよかったよ。一緒に見に行くのか、息子さんと。シャラクさんいらっしゃい。ねえ、エータンさん、王騎将軍すごすぎたよね。やっぱり推しは王騎将軍だと改めて思った映画だった。ユージさんいらっしゃい。なんかね、裏側の動画とかも上がっててね、裏側というかインタビューかな、その大沢たかおさんのインタビューの動画もあって、それもね映画の後見たりしたんだけど、戦いのシーンがあるんだけど、戦いのシーン1週間くらいほぼずっとその戦いだけの撮影をしてた時期があったって。めちゃくちゃすごいよね、裏側の話もいっぱい聞けてよかった。動画載ってたよ。新一さんアイスありがとう。良一さん、フォレスト K さん、まゆっちさんありがとう。 TKD さんと一から見たい。いや、 TKD さんはもう見てるから4まで。一緒に見に行ってきたよ。おさっぴーさんアイスありがとう。ブーちゃんいらっしゃい。アントワーヌさん、おお、ありがとう。本当に見てくれた、ポントーク。優しいパパ M リーガーさんたちのおかげでいっぱいお話できました。俺様さんいらっしゃい。デミキンさん、花さん、アイスありがとう。クマオさん、レインボースターありがとう。梅クラゲ？梅水晶じゃなくて？虹色さん、梅クラゲってなんだろう。デミキンさん、アイス。トキさんありがとう、レインボースター。何、クマオさんめちゃくちゃレインボースターくれてありがとうございます。クマオさん、あ、なんと佐々木リカちゃん来てくれてる、こんばんは。 TGC でねお会いして仲良くなったリカちゃんと呼びしていいのかな、リカちゃんが来てくれてる。今回の TGC のランウェイはあのショールーム枠かなっていうのがあって、そのイベントで勝って TGC 歩かれた佐々木リカちゃんが来てくれてる、ありがとうございます。キングダム何かグッズ買われましたか？あ、買えなかった。そうなの、でも忘れてたと思って、買いに行きたいわ。その映画ももう一回見たいけど、グッズ買いに行きたい。熊尾さん、熊尾さん、めちゃくちゃレインボースターありがとうございます。たくさん、マサさんお疲れありがとう。虹色さん、ラブレターありがとう。まーちゃんいらっしゃい。おさぴーさん、おがこさん、サイリウムありがとう。
かなぽんさん、おわ見てたの？スクリーンクスでキングダム見ました、よかったって言ってる。そうなのよ、お会いしたね、ご飯食べに行ってました、 GKD さんと。そうなんだ、まゆっちさんアイスありがとう、くまたかさんいらっしゃい、まゆっちさんパフェありがとう、こしさんコラボアイスありがとう、つばきさんアイスありがとう、テストさん大木将軍めっちゃかっこよかった、ほんまに私も映画館で見に行かんとって言ってる、見に行って、本当上映中に。つばきさんアイスありがとう、まーちゃんかわいいありがとう、すわまよさんいらっしゃい、つばきさんアイス、まーちゃん似合うありがとう、まゆっちさんコラボアイスありがとう、かずひろさんいらっしゃい、お、つばきさんアイスありがとう、トゲいらっしゃい、収録楽しそうでほっこりした、楽しかったです、めっちゃ甘いもの食べた？アイス食べた今日。なんかさ、最近あのパルムのあのブルーベリーみたいな味、パルムって普通チョコとバニラのアイスだけど、新しい味が出ててそれにハマってるんだよね最近。新一さんアイスありがとう、まーちゃんフルありがとうございます。こきりこの竹は七寸五分じゃ、はい、ひろくんありがとう、何を見てくれたのそれは。まゆっちさんいらっしゃい、スランボくんアイスありがとう、あ、スランボくんアイスありがとう、さとしさん、あ、勉強会見てくれたのか、ありがとう。え、そうなのよ、いっぱいね考えることありますけど、藤島プロが教えてくださるってすごい機会です、本当にめちゃくちゃすごい方なのでこのチームでいる間は教えていただきます。ヨンちゃんいらっしゃい、今日も一日お疲れ様です。 M リーガーさんの皆さんのトークが上手すぎて、本当にね、そうなんですよ、本当収録してるんですけど、してなんていうかこう本当にそれを忘れちゃうくらい、忘れたらダメなんだけど忘れちゃうくらい楽しかったですね収録が。新一レインボースター10個もありがとう、いっぱい。小太郎さんアイスありがとう、ローマ字ユタさんアイスありがとう、日清さんいらっしゃい、虹色さんさっきのアイスありがとう、大きいアイス。圭一さんいらっしゃい、大友さんありがとう、41分か遅れてるな、大友さんいらっしゃい。ロッピーさんアイス、おパパアイスありがとう、いっぱい。ドナルドさん100キロありがとう、ドナルドさんラブレター。え、マンボウさん木梨さんのライブ行ってきたの、いいにゃ。ハイドさんお疲れ、スウェさんフローありがとう、ファイトクラブ、ファイトクラブついに、あ、おめでとう、交流いた、おめでとう、銅鐸夢目指すって、あの SP の方かな、楽しみ。ノリファイトありがとう、ノブさんラブレターありがとう、ブラッチテレビ買ったの？え、いいな、 Unext 3ヶ月分無料もらえるなんて、やっぱキングダムじゃない見てるか。リュウフルありがとう、コナステに登録して投票しようとエクストリーム参戦でも
投票明日からでした。お、ありがとう。こなして登録。そう、明日からなのです。ちょっと明日もできたらしたいんだけどな。ファイトガールもしたいんだよな、明日。アジナーさん、ノリアイスありがとう。ケンさん、感じのアイス。海ほたるさん、かわいい、ありがとう。ノリ、アジナーさん、アイス、ありがとう。にじようさん、佐々木さんと対戦した CPU で。マーク2さん、ありがとう。漢字のケンさん、こんばんは、ありがとう。のじやさん、そうなのです、明日から投票選抜戦です。何卒よろしくお願いします。ひろちさん、いらっしゃい。にじろさん、尊い。わっ、あ、当たり、ナイス当たり、すごい、ありがとう。で、にじろさん、尊い。あじなんさん、いっぱいアイス、ありがとう。おさぴーさん、バラ。たけちゃんさん、こばきんさん、いらっしゃい。勉強会の YouTube 見たけど、動画撮影なくても普段からみんな手配オープンで勉強する形式やる。やるよ。やる時とやらない時があるんだけど、菅も、菅もというか、私がもう一個行ってる勉強会の方は基本オープンはしないかな。けど後ろからこう先生が見てくれてるという感じで、その都度話したりで、これはみんなで一緒に考えようってなったら開けたり したりでもね、完全にオープンするやり方もいっぱいあるね。夕刊富士のお勉強会はオープン形式です。テストさん、アイスありがとう。お猿さん、おう、100キラとお大事に。あら、心配じゃねえ。昨日は大丈夫だったかい。テストさん、いっぱいアイスありがとう。ワンダーさんも見てくれてありがとうございます。ローマ字まこさん、ゆうたさん、ありがとう。ノアさん、せんようさん、いらっしゃい。わ、ノリありがとう。投票よろしくお願いします。はるかさん、いらっしゃい。え、あ、マトウさん、すごくない？めちゃくちゃ早くない？見るの。え、すごいね。4期まで見終わったんだ。しかも4期4期って何？映画のこと？小説家さん、いらっしゃい。おがこさん、バラありがとう。お、ネコプ、よろしくプ。サボらずエクストリームやりますって。ドナルドさん、ありがとう、アイス。いや、わかる。ターボーさん、めっちゃ泣いてたよ、私も。でもね、やっぱりちょっと映画館からもさ、もう私もめっちゃ泣いてたけど、その時にもうみんなもジョビ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 言ってて、すごい映画全体、会場全体で泣いてた。キングダム。トキさん、いらっしゃい。マサさん、フォローありがとう。いいな、いいな、な。わ、いちごアイス、ありがとう。大きいアイス。何色ピーさん、あとで一瞬のピース、何をつぶやいてくれるのかい。ひなわさんは泣いたら目が腫れるんですよねって。あのね、次の日に腫れるね、目。でもちゃんと冷やしてたら大丈夫なんだけど、次の日腫れちゃう、泣いたら。
お、ピルクル、スマホでぜひエクストリームよろしくお願いします。そう、投票権がもらえる方法がその遊ぶ以外にもいっぱいあってですね、ちょっと詳細はね、あの X に載っているんですけど、詳細はこちらみたいな感じで、いろいろ遊ぶ以外にもね投票権いっぱいもらえるので、こう私と同卓する、そうプロの方と同卓するっていうことでめちゃくちゃもらえたりもするし、いっぱいあるのでね、ぜひ見てみてくれたら嬉しい。マサ31さんお疲れ様、おじいの代理さん、シシマルさんありがとう。あ、花さん暑かったね、本当に。本当ドキドキだって。なるなりさんアイスありがとう。ターさんいらっしゃい、見るお肉さんありがとう。わ、コロボわかる、2回見に行くのがすごくいいよね、映画って。なかなかさ、こう最初って情報が多すぎて落ち着いて見れないとこも多いから。わ、のじやんさんありがとうございます。見に来てくださったのか、参戦されるということで頑張ります。おしょうさんいらっしゃい、ヤフカラホーさんありがとう、アイスありがとう、カニさんいらっしゃい、ひとみさんこんばんは。この夏行きたい駅別ランキングベスト10、20で、すごい、下灘駅10位だって。いやでも確かに、私あの TikTok とかでさ、あのめちゃくちゃなんかこう写真家の方とかがよく綺麗な写真を全国のいろんなところで撮って、それを動画にしてるっていうのをさ、よく私見るのが好きで見てたら、めちゃくちゃ下灘駅写ってるよね、そういう綺麗な場所で写真撮ってきたっていう動画でさ、すんごい下灘駅見ること多いから、そういうカメラ好きな方とか綺麗なとこ行くの好きな方は下灘駅って有名になりつつあるよね。綺麗なんですよ、めっちゃ。日本で一番海に近い駅って言われてる、すっごい海に近いの駅が。志賀さんいらっしゃい、え、本当に、エータンさん、え、本当、王騎将軍と宝剣の戦いでエキストラしました。え、戦ってたってこと、あの後ろで。本当にすごすぎないそれ。しんいちアイスありがとう。今月末愛媛に行くんですが、おすすめの場所はありますかって。お、さっき言ってたね、下灘駅もめちゃくちゃおすすめですよ。え、ちょっと見る、下灘駅。すごい海に近いのよ。わあ、いっぱいあるな、どれがいいかな、これかな、夕方も綺麗だな、これよいしょ、じゃじゃーん、めちゃくちゃ海に近くない、この駅。ここに電車が来るんだけど、すごい綺麗だよここ。電車が来た様子ないな。いっぱいねあるんだけどね。うん、これとか、ほれほれ、めちゃくちゃ電車もう海走ってるみたいじゃない。ここ綺麗ですよ、めっちゃ。よいしょ。でも下灘駅は、あ、でも下灘駅 JR で1本で行けるかな、多分。
JR 松山駅から。おすすめです。いずきゅん、アイスありがとう。ひーちゃんさん、ありがとう。山津くさん、ありがとう。あ、りかちゃんまだいてくれてた。いえいえ、ありがとうです、来てくれて。はちみつさん、ありがとう。お、スーパーに売ってたか、ウニクラゲね。えのり、本当に役者さんの役に取り組む姿勢がかっこよすぎた。そうね。あ、すき焼き配信ね、あの明日か明後日しようと思ってて、ちょっと用意ができたら明日しようと思ってたのよ。お肉がね、届いてたのよ。あ、それ話さなきゃいけなかったね。お肉届きました。ちょ、まだ開けてないけど、お肉届いたので、そう、冷凍で届いたので今冷凍してるんだけど、すき焼きちょっとできるだけ早く食べたいので、明日か明後日、明日の夜できたらいいな。明日の夜しようかな、すき焼き配信で。私またね、あの愛媛帰らなきゃだから、できるだけ明日か明後日にしたいんだよね。届いたのよ、やったー。大工さん、アイスありがとう。いっぱい。牛さん、こんばんは。サコサコさん、お疲れ様。シシマルさん、パフェありがとう。花からさん、見よう、一からおすすめマジ。ひらがな斉藤さん、ミュージックショップさん、ありがとう。ローマジヨシさん、ラブレターありがとう。 ありがとう、ヨシさん見てくれたの、嬉しい、ありがとうね。そ、およよさん、花束ありがとう。スナフキンさん、漢字の青さん、ありがとう。スナフキンさん、チョコミント。おさぴんさん、うま、ありがとう。あ、ルビーベリーだと思う、ひらがな斉藤さん、美味しかった。ちょっとそう、あのなんか滑らかなムースみたいなアイスでね、めっちゃ美味しい。お、おぼぱ行ってごらん。私はファミマで買いました。やすすすさん、スイズさん、ありがとう。大工さん、アイスありがとう。アッシュさん、今日俺が担当した。あ、ほんまに、あ、すごい、新米のおやつですな。あれ、なんていう、新米おじさん、見る見る。こえぽんさん、ありがとう。スイカさん、アイスありがとう。ミッキーローズさん、ありがとう。王騎将軍のコスプレアマゾンにあったの。2万円、やば、どんだけ手の込んだ王騎将軍になれるわけね。勉強会手出しかつもぎりかを記憶しておくのが当たり前に衝撃。いや、でもね、あの、あ、そ、うん、全部覚えてたらね、忘れちゃうのよ。その一個一個さ、多分全部覚えれる方もいらっしゃると思うんだけど、手出しつもぎりってね、一個一個ね覚えてたらめちゃくちゃね忘れちゃうから、すごいポイントポイントで頑張って覚えるようにしてる。私はすごく変な手出しが出たりとか、つもぎりが出たりしたらかな。タグケンさん、ありがとう。花からさん、アイスありがとう。スイカさん、フルありがとう。ポントークはバラエティ番組として面白かった。あ、ありがとうね、見てくれて。堀さんもいるね、奥様が素敵すぎて。堀さんの出来合いっぷりがめちゃいいよね。
可愛いもんな。あ、テストさん、あずきバー買いまし。いいな、いいな。あずきバー美味しいよね。花からさん、アイスありがとう。きなこいさん、富士の国民的アニメの祭典って番組でサザエさんがおひなの一個下で笑ってしまった。え、そうなの？サザエさんって24歳ってこと？確かに、サザエさんって貫禄あるよね。トッシンさん、ありがとう。お、ランウェイ見てくれたの、ひろくん、ありがとう。ワンダーさん、ありがとう。ポントーク嬉しい。ヤマツクさん、アイスありがとう。パルムのベリーのやつ、え、美味しいよね。食べた、ハラメタル。ノアさん、アイスありがとう。のんちさん、ターくん、ありがとう。コシさん、フロありがとう。今日のロンロン、チンロート、すごチンロートを積もられました。すごいね。あ、ポントークありがとう、見てくれて。え、しろしろさん、アドさんのライブ見に行ってきたの。どこでやってたんだろう。いいな。ヤワサハさん、いらっしゃい。あ、ブラッジ見てごらん、キングダム。ノアさん、チョコミントありがとう。おにぎりファンタジーさん、ありがとう。ネット M リーグもリアタイしたよ。ひなわさんは子供ができてプロ雀士になりたいって言ったら賛成か反対か。うん、ぜひ。全然あの反対する予定はない。本当に好きなことしなって思ってるけど、ありがとうリアタイ。どうなんだろう。今はね、本当あのすごい麻雀がさ普及され出したっていうのかな。昔を知らないから私はあんまなんか言えないけど、今はさ、ちっちゃい子とか小学生とかの子でもすごい麻雀する子たちが増えたよね、きっと。塾みたいなのもあるしね、麻雀塾、子供たちも通えるとこありだと思う。しんいちありがとう。アイス当たりだったやつかな。 AKA さん、アイスありがとう。ミッキーローズさん、アイスありがとう。あー、ありがとうブラッチ。お仕事終わったらゲーセン直行の日々始まるって言ってくれとる。2ヶ月間よろしくお願いします。嬉しい。ナオミさん、いらっしゃい。イナッチさん、ありがとう。あ、すごい有益な情報じゃそれ。1週間毎日ログインすると投票権をもらえる確率が上がるんだ。わ、それ大事だ。キンちゃんさん、ありがとう。ローマジヨシさん、うま、ありがとう。若い頃自分は絶対ならへんと思ってたけど案の定。あめちゃん持ち歩いてる。めちゃくちゃいいじゃん、それ嬉しいね。老眼で字牌が読めません。嘘。それはもう、じゃあ牌を大きくするか虫眼鏡持っていこう。タカラエイジさん、カタカナのボスさん、ありがとう。はやてさん、ありがとう。ボスさん、ありがとう。あ、この顔文字の方ありがとう。はやてさん、アイスいちごのやつかな、ありがとう。おやじコーチさん、ありがとう。連日の寒さに体が慣れたからね。え、確かに最近そこまで暑くなかったもんね。気をつけよう、ほんと。今年絶対暑いと思う、真夏の時。おやすみ。上さん、ありがとう。体調フル、ありがとう。今日はファミコンの日です。かわいいマリオポーズをお願いしますって言って。マリオポーズ？
It's me, Mario. はい。まゆまゆさんいらっしゃい。ビクポワさんアイスありがとう。おかきさんありがとう。ブレブさんね、大輔さんすごいですよね。将棋麻雀プロ、将棋もめちゃくちゃすごいもんね。おかきさんバラありがとう。小判もありがとうございます。おかきさんいっぱいアイスありがとう。のぶしろさん、仙人さん、ようさんありがとう。おかきさんアイスありがとう。やすぷっちんさんありがとう。ようちゃん尊い結婚してありがとう。クルーガーさん、せいさん、かなめしょうじさんありがとう。あかめさん、ポントーク見てくれた100キロありがとう。ネコプアイスありがとう。アイスミニオンの映画やるんだ。 TKD さんと見に行ってね。だって行きたいミニオン、私でも今まで見たことないな。映画面白そうだよね。 SQSQ さん、フォングさんありがとう。ユージさんいっぱいアイスありがとう。あ、串駅も行ってくれたか。ノリ聖地巡礼じゃ。確かにね、ユキさん見る席違うっていうだけでもなんか違うよね映画。 SQSQ さん100キラありがとう。海道線五郎さんありがとう。あ、新一写真撮った。お、志保さんっていう人かな。虹色さん、下灘駅昔から写真や動画で紹介してたって。すごい。でも私も前にその行った時にめちゃくちゃカメラ持って撮り待ちしてる人たちがいっぱいいたよ。八丁堀さん、よっちさんありがとう。お、大工さんもう行ってた巡礼済みだった。めちゃ綺麗でしょ。テストさん、スイカさん、ネコプー。そうなの。あ、そうそう、ジブリの世界よくね、こうジブリでも例えられてたりするよね。下灘駅。はやてさんアイスありがとう。ジャンさん、かおりさんルームよりこんばんは。下灘駅素敵だよね。海の中に駅があるのさ。そうそう、夕方も綺麗だし朝もいいしね。ん、バイシンジもいいよね。なおさん、あ、そうそう、カフェもあるしね、バイシンジ。確かに道後温泉もジブリのあのとこだって言われてるもんね。すごい、愛媛。あ、猫プー雨だったか、この前。お昼でも、お昼も綺麗でしょ、下灘。え、鍋もね届いたのよ。鍋ももう買っててできそうなの。 MJ さんありがとう。ヨコポンさんアイス。全部平らげる。そうなのよ。誰か、そうね、呼んでもいい。でも来てくれるのかしら。どうなんだろう。ゆこぽんさんアイスありがとう。お腹すかせて待ってますザビエルンさんありがとう。まゆまゆさんアイスありがとう。ハッピーさんお疲れ様。そう、また愛媛なのよ。安則さんいらっしゃい。みんなの背にはひなほがついてますよ。お願いしますいや、あれかっこよすぎでしょ、あのセリフ。あれ言えるようになれたよ私。みんなの背にはこの大きがついてますよって
言うんだけど、それ言えるようになりたいね。サイさんいらっしゃい。ハッピーさん、パフェありがとう。まゆまゆさん、アイスありがとう。トンさんいらっしゃい。誰か招待しない。確かに招待してみようかな。よっぽぽんさん、100キラありがとう。 TGC 松山、おへそ出しランウェイ驚きました。え、おへそ見えました？私の。ありがとう。ごえもんさん、アイスありがとう。あ、花からさん、今までの全部見て映画館で見てくるだって、楽しみにしてる。ごえもんさん、岩太郎さん、アイスありがとう。ポニョニョンさんいらっしゃい。花からさん、かわいいありがとう。大工さん、100キラ180ありがとう。あ、告知ね。告知は、今月29日に麻雀歌の祭典という、歌のイベントに出演させていただきます。こちら、配信もある予定なので、来れない行けないという方も配信でも見てくれたら嬉しいです。あと30日にピザラジャンという YouTube で公開される、配信される番組にも出演させていただく予定です。麻雀番組ね、ぜひ。あと昨日放送されたポントークというネット M リーグのポントークという企画で MC をさせてもらってるので、見逃し配信でぜひ見てくれたら嬉しいです。 ABEMA TV で見れます。いっぱいだ、告知すること。そして明日から麻雀ファイトクラブ投票選抜戦が始まります。1年に1回の選抜戦です。今年は参戦させていただいておりますので、ぜひ武田ひな穂に清き一票をよろしくお願いします。詳細は X にて。テストさん、レインボースターありがとう。何、バタコさん、ヨタワの子供とは。おさぴーさん、ラブレターありがとうございます。 MX6 さん、カーマインさんありがとう。ねえブラッジ、変な時ってなんかうんってなるよね、切り出しがね。全部覚えるのは無理だ、私も。どうだったっけってなる。ワンダーさん、あ、ヤマピーありがとう。すごいよかったって言ってくれてる。すごかった。カンマインさんありがとう。ヨコポンさんありがとう、見てくれて。めっちゃ面白いよね。リルルさん、ガリーさんありがとう。お、新一レインボースターありがとう。10個もなおさん、お風呂ありがとう。昨日のトークショー写真見てたらマイク持って出てきたけど、折りたたみ傘なら面白かったのに。もうネタじゃんそれ、持って出てきたら。でも日傘は持っていてたよ、確かに。スイカさん、アイスありがとう、いっぱいありがとう。きなこいさん、100キラありがとう。スポーツ選手や力士が自分よりも年下になっていくと年を実感するのがある。あーでもわかるかも、わかるよ。力士あんまみんな見ることないけど。リラックマン、レインボースターありがとう。ハートの姉さん、髪型、あー、ありがとうございます。今日はねじねじ髪型。ガリさん、かわいい、ありがとう。お洋服も新しい、見て見て、リボン可愛くないこれ、リボンです。
スイカさん、チョコミントありがとう。山本さんいらっしゃい。やっくん、バラありがとう。あ、新一2100回なの今日、ありがとう。2100回だ、大長老。やっくん、キラリンクありがとう。ハラメタルン、アイスありがとう。あ、エクストリームハイグレードってやつがどこにあるか探さないと。そうそう、なんかその機種によってももらえる、その新しいやつだっけ、ハイグレードっていうやつで遊んだらもらえるんだよね、投票券。なんかそういうのもあるんだよな、いっぱいあるよね。そう、ゲーセンによって置いてある機種が違うんだよね。ハラメタルアイスありがとう。HK さんアイスありがとうです。あ、1日1枚くじがもらえるんだね。クッションくらい、あ、もらったクッションね、新一初とかチュンとかあれ全部当て麻雀できたら面白そうだね。スイカさんアイスありがとう。あ、いちごアイスありがとう。大きなアイス。教員さんいらっしゃい。おしょうさん100キラありがとう。スイカさんいっぱいアイスありがとう。86さんこんばんは。今日東京ガーデンシアターで、あ、桃田かな子ちゃんバースデーライブだったの。そうなんだ、行ってきたんだね確かに盛り上げポーズとマリオ一緒だな。金にゃんさんパフェありがとう。さんがくんさんアイスありがとう。ねえブレブさん、今明るいイメージに変わってくれて嬉しいね。もっと変えていきたいね。おしょうさんフルありがとう。おしょうさん、ねえ、ヨコポンさん、バイシンジもよけたよね。マイキューちゃんもそれ見たかも、写真集の撮られてたの。タダシさん、千葉さんありがとう。あ、ヨコポンさんにリキさん、いちごアイスありがとう。コウジさんありがとう。スイカさんアイスありがとう。 MX6 さんアイスありがとう。ギギさんいらっしゃい。あー、ユキさんディアファミリーはマジで見に行きたい。でももうほんと泣きすぎてやばいかも、映画で。でもディアファミリー行きたいと思ってます。リキさんアイスありがとう。キョウジさん、アリサさんありがとう。ローマジヨシさんいいねありがとう。すごい深いねヨシさん、調子乗ったら足元すくわれるし人生が詰まってると思って。麻雀深いな、深いよね。ヨウちゃんフルありがとう。ポントーク次が楽しみになる。パパ枠の次は何枠かな。ね、私も楽しみです頑張ります。ガチャさんいらっしゃい。さっき初めてのお使いで愛南町と伊予、あの愛媛でやってたんだって。すごっみたいな。トゥルトゥ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 ン、ムラチ、ハヤテさんアイスありがとう。あら、届いてない大工さん、まさか。なんでだ、届いてなかった、ポストカード。もう絶対に書いたと思うから、まだあれかな、
あれちょっと届かないか。ムラチン、ハヤテさん、アイスありがとう。あ、そうなのよ、あのファイトガールの方もね、総選挙今やっておりまして、22日までのね、なんとトイトイちゃん現在5位でございまして、5位までに入れば小麦色をトイトイちゃんが見れるのでね、今ボーダーラインにいます。ぜひ投票よろしくお願いします。のんびりしたいねんさん、ありがとう。あ、ナジアンさん、ありがとう。配信で見ますだって、歌の祭典ありがとうございます。おさっぴーさん、花束おさん、ありがとう。たいしくん、いらっしゃい。海の日、いつかひなほさんと瀬戸内海に沈む夕日が見れますように。あれ今日海の日、見ようよみんなで、夕日に向かって走ろうよ。え、ありがとうです、ハートのよしさん、ダムチャンネルで見てくれたのか。そう、ただいまあのカラオケでダムチャンネルで歌ってもらうと、私と赤竹でユニットでお話しさせてもらっているので。あ、花からさん、ポントークありがとう、見てくれて。しんくんさん、ありがとう。ハメタルフル、ありがとうございます。めっちゃ言ってくれるじゃん、ありがとう。和やかにお話できました。ひなおさん、麻雀ファイトクラブ SP にも出てくることありますか。あ、SP もやってるよ。エクストリームと SP やってます。大志くん、テストさん、ひでゆきさん、かわいい。花からさん、似合う。ワンダーさん、かわいい。あー、ひでゆきさん似合う。あー、これ服見せてた時、ありがとう。孫悟空さん、アイスありがとう。リボンかわいいでしょ、ロマジョキさん。ボスさん、ありがとう。宮内さん、ありがとう。ノブさん、アイス。あ、きなこいさん、ありがとう。花からさん、ありがとうです。おお、ありがとう、虹色さん。ハイドウさん、お疲れ、ありがとう。花からさん、ありがとう、嬉しい。ノブさん、アイスありがとう。カンマインさん、100キラギフトありがとう。バタコさん、アイスありがとう。毛玉京志郎さん、ゆうきさん、おかえり、お疲れ。隊長、アイスだ、ありがとう、おきいアイス。セントちゃん、いらっしゃい。ストレートくん、ゆうきさん、アイスありがとう。あ、ブレイブさん、ありがとう。ちょっと私も熟知しとく、投票いっぱいあるので、方法が。ブラッチアイス、ありがとう。あ、アマトーさん、ありがとう。トイトイちゃんに投票してくれた。ヤマサハさん、アイスありがとう。アンチヒロさん、いらっしゃい。ヨコポンさん、レインボースター、ありがとう、いっぱい。やばい、もう34分、ちょっと閉めていくぞ。行くぞ。カペさん、ありがとう。ヨコポンさん、いちごアイスありがとう。小麦色ひなほちゃんは見れんのか。今年は絶対に焼けませんので見れません、小麦色ひなほちゃんは。俺もポストカード届いてないんだけど、地球一周してるのかしら。ごめんね。あら、でも発送というか全部送ってはいるから届くと思うんじゃけど。ビスコさん、お疲れ様。ゆきさん、アイスありがとう。耳をダンボにして待ってくれてるの、大工さん。待ってて、ダンボにして。おひな自身の初めてのお使い覚えてない。え、お使いしたことあるかな。あるか。スミーさん、アイスありがとう。わ、そうなんだ、ブラッチ明日の17時から順次消えていっちゃうんだって。
タムチャンネルの。稲穂ちゃんを見て麻雀始めた人も多いと思いますよって。そうなのかな。そうだと嬉しい。王様さん、アイスありがとう。ローマ字、海風さん、ありがとうございます。ポントーク、たしくんダメじゃん。終電に向かって走った経験は豊富って。おしるこさん、ありがとう。お、グワポスさんかな、ありがとう。あ、本当のり、あら、まだ関東の方にしか届いてないよって言ってる。お、待っててね、しんいちも。小麦色見たことないでしょ、バタコさん。ゆきさん待っててね。よし、ちょっとお供タイム。今日のお供はね、こちら紅茶家電コロコロ果実のマンゴーティー。美味しさ、なんか大きいのよね、すごい。こうこのカップ系のお供にしては結構大きい。振るのかな、これ。飲みたいと思います。はい、ちょっと待って、ふん、ほっ、お、はい、では音もある方一緒に、おやすみ、乾杯。うん、めっちゃ美味しい。めちゃくちゃ、しかも果肉がすごい。うん、びっくり、こんなに入ってていいのってくらいマンゴー入ってる。美味しい。うん、美味しい。え、これおすすめ。でも紅茶感というよりも本当にマンゴージュースみたいな味するけど。美味しい、甘めですね。おやすみ。ヤコポンさん、いちごアイスありがとう。宗隆さんもいっぱいありがとう。アイスゴロゴロしてるよ、めちゃくちゃ大粒。確かにね、ストローもね太いもんね。たかしさん、これね、ファミマだね。紅茶家電だよ。まめまみさん、ありがとう。おだちさん、こんばんは、ありがとう。あとさ、確かに賞味期限ありそう。でもこれ私今日買ってきたから大丈夫だけど、ありそうだね、短そう。ファミマ限定かな、どうだろう、ありそうだけど。うん、おいしい。ケロロングさん、いらっしゃい。ケンケンさん、ありがとう。よし、ではちょっとランキング読みしていくど。13位、 G さん、ありがとう。たくさんありがとうね、今日も。12位、ヤコポンさん、ありがとう。12位、たくさんありがとう、今日も。11位、テストさん、ありがとう。ランキング今日もありがとうです。ファイトクラブもありがとう。10位、ブラッチ、ありがとう。注意です、いっぱいありがとうね。投票のこともありがとう。9位おがこさん、ありがとうね。いっぱいいただきありがとうございます。
8位、おさぴーさん、ありがとう。おさぴーさん、男女、いつもありがとうです。ラッキーセブン、虹色さん、7位、ありがとう。明日はいい日になるぞい。ありがとう。6位、お、ワンダーさん、ありがとうです。たくさんいただきありがとうございます。今日もありがとう。そして5位、スイカさん、ありがとう。スイカさん、5位。いっぱいいただき嬉しいです。ありがとう。4位、はやてさん、ありがとう。はやてさん、いつもありがとうございます。たくさん嬉しい。そして3位、ボン、隊長、ありがとう。3位、隊長です。たくさんありがとうございます。いっぱいありがとう。そして2位、ボン、くまおさん、ありがとう。くまおさん、2位、ありがとうございます。たくさん嬉しい2位だよ。そして今日の第1位、ボン、しーちー、ありがとう。そして2100回訪問、ありがとう。すごい、たくさんありがとうございます。大長老ということで盛り上がりすぎじゃないありがとう。6815盛り上げ。今日はリボン、リボン盛り上げよよよ。たくさん盛り上げてくれてありがとうございます。毎日配信やってるので、よかったらルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです。今日もありがとう。ということで、ということで一曲歌って終わりたいと思います。今日は TikTok 配信もしようかな、ちょっとこの後。とりあえずリクエストタイム、よーい、アポン、スタート。よっちゃん、かわいい、ありがとう。高菜子さん、フレンズ歌ったの、絶対かっこいいじゃん。お、バンザーイ、風になる、いいね。世界は恋に落ちている、エターナルブレイズ、いいね。366日、いいな。若者のすべて、可愛くてごめん。最上級に可愛いの、愛の花、世界の約束、白いパラソル、いいね。ボーイフレンド、裸足でサマー。ボーイフレンド、花火、風になる。プラネタリウム、トリセツ、花火。花火多いね。海の声、恋愛サーキュレーション、いいね。パーティー、星のかけらを探しに行こうっていう曲。白いパラソル、海の声、海の日だもんね。確かに、いいな。いいね、いいね。そしたら今日は、あっちにもついてる、うん、よいしょ。